生福祉山田耕作先生作曲によります日本一の明治大学校歌でございました。なお本日リーダーと言いましたのは徳明治高等学校出身情報コミュニケーション学部1年本年度明治大学応援団第91試合団長を務めます関東アスツでございました。皆様今一度大きな拍手をよろしくお願いします。Thank you.
まで数限りなく問われるという命の応援歌、大二応援歌、詩を燃えてでございます。なお本日リーダー手元は皆様より舞台へ向かいまして右はこの男さやかそうな体験とは裏腹に顔のところになんと見つくのがこの太い眉毛、これは暑い暑い夏の頃、我々 OS 同伴は緑の大自然が来ないという中で猛特訓を行っておりました。その練習が終わった際、私はこの男の顔に黒いギリギリした何かを発見。私は勇気を振り絞って、おい、こんなのずいぶんだとその男の顔を放ったのですが、いえ、ギリですと返されてしまいました。鳥取県立米子東高等学校出身、文学部2年、遠藤純太郎。続きまして、皆様より舞台に向かいまして、左側、この男、去るアメリカ合衆国大統領選挙にて、見事、バラク・オバマが、見事再選を果たしたこの裏で思わず六本木を担保している黒人のブラザーと見間違えてしまいそうなこの男の陰ながらの応援があったとかなかったとか、東京都の私立法隆学院高等学校出身、以上、2名によってお送りいたします。
皆様お待ちかね、必殺必勝チャンスマダーメドレーでございます。なお本日リーダーとしますのは、皆様より舞台へ向かいましてリードはこの男、女の子に持ちたいがために毎日制覇にを塗っては筒ヘラにし、トゲトゲの肉食系男子を演出しておりますが、この男の額には命題性ならつけられない、あるシレットが刻み込まれております。一体誰がこの男に振り向いてくれるでしょうか。それもすまず属明治高等学校出身、
今彼らの胸の中には4年間
間の熱く激しかった思いが込み上げているほどでしょう。4年間どうもご苦労様でした。さてこのステージも無事大成功を収めることができました。最後になりましたが、この大英語と近い至高の時代を開催するにあたり、個人力賜った OB 指名関係者及び練馬文化センターの皆様、そしてこいつご来場させてくださいました皆様、誠にありがとうございました。最後、我々明治大学応援団